ほら俺の肩についた歯形ももうほとんど消えちゃってるだろうだから気にするのってこういう傷はすぐ治るもんなんだってうん確かにもっと魔力が多ければあざすら残らないはず、うん、って待っ、ま し…突然舐めるなんてしかもわざと音を立ててむずむずする <laughs> これが一番早く治す方法って言ってたでしょ今度はエイトが経験する番だよこの花 本当に綺麗だなあ,あ少し積んで家に持って帰れないかなエイトさんさっき月光下のせいで自分がどんな集態を晒したのかもう忘れてしまったんですか僕に抱きついてへこへこと必死に腰を振ってそ,そのことは言わなくてもいいだろう でも花を摘んでも効果が消えないのなら持って帰るのも悪くないかもまたあんな目に遭いたいんですかどうやらたくさん花を摘んで帰らないとエイトさんの欲張りな体は満足しないみたいですね